ロック福田の旅時計魂、天さんの、無茶振りで始まりました、新連載だそうです。でなんかね、あの時計の取材に行くんだってことだけ知らされていて、今羽田空港にいるんですけど、これから私はどこに行くんでしょうか。ちなみにですね、予算の都合でまるちゃんはいません。すいません、ちょっとあのインフレが今すごいじゃないですか。はいはい。であのカメラマンと、天さんと私と、男3人でこれからどこぞに行きます。まるちゃんは次回で、はい、福田さん、その帽子は、あ、これはほらね、あのウォッチーズ&ワンダーズの公式の、あ、違うか、あれはだからヌーシャテルで買ったんだよね。そう、お土産でしたね。はいはい、大変気に入っております、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、行きます。では行ってきます。お疲れ様です。お疲れ様です。スモートリーみたいになってやめてください。で、結局どこでした。函館だった。いや、最高ですね。で、なんかここから何バス、バス探しましょう。この函館駅方面シャトル、はい、福田さん北海道初なんですか。あ、初、初めてだよ。やっぱ空気がいいっすね。まだわからん、まだわからん。北海道ゴキブリないんすよ。それって本当にそうなの。じゃあ見つけてみよう。カメラマンさんの小見さんです。イケメンです。はい、これでいいです。函館駅、はい、で大丈夫です、はい、ありがとうございます。ちょっと降りてみますか。温泉旅取材が間に合わない。はい、函館の今駅前に着きました。今朝、9時55分発の、飛行機に乗って、で今12時15分、だから、函館の空港から函館の駅までバスで約20分。500円でしたね。ね、意外と安かった。僕だからほら北海道生まれた初めての時近いのね。すごいすごい、こんな早く着くんだ。ほら、もうすぐまた次の場所。本当だ。で、これからどこに行くんだっけ。五稜郭です。五稜郭、はい、はいはい。なのでちょっとあのタクシーを拾ってみましょうか。行きましょう。はい、福田さん、五稜郭には知識はありますか。全然ない。はい、じゃあ、ゴミさん。ですか。はい、新選組関連であってますか。いや、おっしゃる通りですよ。あの戊辰戦争といって、旧幕府軍がどんどん江戸から逃げてきて、維新軍と戦った最後の戦いがあったのが五稜郭。そこで土方歳三さんも亡くなってますね。あのハッピーピエロでしたっけ。ラッキーピエロ。ラッキー、ごめん、失礼しました。本当に失礼しました。ラッピーね。ラッピー、ラッピーっていうらしいです、福田さん。ほう、はあ、ねえ、結構函館では人気あるんだ。うん、うん、美味しいって、あの北海道の友達が、はい、うん、五稜郭に来てます。五稜郭どころかね、僕ね、北海道に来るのは初めてだからね。なんかこうやっぱ空が広い感じ、いや、いいな。そうそう、で、道中やっと、天さんから話を聞きまして、種明かしが遅いと分かったんだけれども、この、旅時計魂、これはあの全国のですね、日本全国の、その、まあ、地元の人に愛されている時計店を、こうくまなく回っていこうという企画です。まず北の北海道から、まあ、第一弾スタートしたということでね、そうだから、まあ、あの機会機会で、同じことを話してきますけども、そのこれをご覧になった方、自分の町のあの時計屋さんに行ってほしいとか、
あるいはその、うちの店に来いとかいうのは自薦他薦構いませんので、はいはい、フォルタスタイル の編集部宛ての、メールでもいいですし、僕のインスタ の DM でもいいです。どしどしとご応募ください。そうだから、日本全国 の、その時計店を回って、ま、時計を買いに行って、その地元の、美味しい 食事を楽しみ、夜は飲み歩き、まあ、温泉に浸かったりとかっていう、こう旅と時計のコラボの、そういう番組なのね。じゃあランチ行ってみましょう。はい、行きましょう。はい、ラッキーピエロが並ばずに入れるかもね。うん、ワインズチキンバーガーとかありますか？何何何があります？さっきほら運転手さんがチャイニーズ、はいはい、言ってましたね。チャイニーズにラッキーエッグ、とんかつ、ラッキー太っちょバーガーっていうのもあるよ。入ってみようか。もう入ってみよう、入ってみよう、ね、はいはい、ゴー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 、ガガガンガン。お、こういう感じ。ほら、ピエロ。あ、ピエロ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 。もう本当に、どうしたどうしたどうした、え、なになになに、大きい、でかっ、バンズでかっ、てかめちゃくちゃでかいよこれさ、はい、え、安くない？だってこれで3人で2500円とかでしたよね。ああすごい、いやすごい、いいっすね。じゃあこれは、これは開けてみる。カイニーズチキン、うん、人気ナンバーワンだ、はい、あ、ちなみにこれ人気ナンバー4、ナンバー4ね、うん、これが人気ナンバーワンのチャイニーズ、はいはい、チキン、チャイニーズドラゴンでしたっけ、チャイニーズチキンバーガー違う、違う、お、あ、美味しそう、どう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 、なんかおうおう、中華風な、あの甘辛ダレだ、これはチャイニーズチキンだね、うん、よし食べてみよう、よしよし、いきます、はい、お、すんごい美味しい本当に、あのね、はい、バンズがね、はい、バンズがなんかパリッとしてて、あ、パリッとしてるんですか、うまかったんで、うーん、これいいな、はい、あ、本当に、ね、サク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 、サクサクなの、うん、そう、え、バンズがですか、そう、え、なんかその結構しっとり系に見えますけど、見えるけど周りがね、うん、サクッてしてて、ね、そうなんすか、だけどこれ破壊せずに食べるの難しいよ、うん、こっからタクシーで10分ぐらいらしいですよ、近いですね、うん、じゃあ住所は福田さん見ますよ、今、ね、はい、北海道函館市若松町、はい、若松町かの若松町か、はい、17-9 と、はい、はい、渡辺本店さんです。楽しみですね。はい、楽しみです。記念すべき旅時計魂の1点目ですから、はい、1点目ラッキーピエロじゃなくてご紹介確かに、いやでも本当美味しかった、美味しかった、うん、美味しかった、最先いいですよ、うん、函館最高ですよね、はい、おー、ここだ、渡辺時計店、お、1921年創業、老舗だよ老舗、なんかすごいいい感じのお店、じゃあ早速行ってみます。こんにちは、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかすごく素敵なお店でありがとうございます。こちらなんかとても歴史が古いという、そうですね、102年前に創業しました。102年前、はい、すごいですね。これがその当時の写真です、はい、あ、そうです、これが私の祖父 でこれが親父で、私は3代目なんですよ。そうなんですね、はい、1921年、はい、はあ、すごいな。もう当時から時計店、そうです、うちのじいさんが、はい、祖父が時計の職人の仕事をしてたんですよ。
はいはいはい、はい、もっと古い時計屋さんがあったんですけど、そこから出て、はいはい、あの自分で独立したんですよね。あ、そうなんですね。僕ね、実は函館来るのは初めてなんですけど、どんな町ですか、どんな町ですか。そうですね、やっぱりあの昔から北海道の玄関口っていうことを言われてて、はいはい、もともとあの開港今年の一つですから、はいはい、やっぱり海外のいろんなものが多いし、領事館とかいっぱいありましたから、うんうん、で元町教会とかもありましたしね、はい、だ長崎にちょっと似てますよね。あ、なるほどね。なんか素敵な温泉があるというふうに。はい、もともとあのこの道南というか、この北海道、あの函館の近辺はですね、はい、あの温泉が多いんですよ。あ、そうなんですか。あの特にあの郊外1時間行くと温泉がいっぱいありますけど、はいはい、ここもですね、あの飛行場のすぐ近くに湯の川温泉ってもう古い温泉があるんですよ、ね、はいはい、そこ結構観光客が泊まりに来たり、修学旅行でいっぱい入ったりとか、はい、大きい旅館があるんですよ、はい、であのお湯もですね、ちょっとぬるいんですけども、ちょっとぬるいんですけども温まりやすいお湯ということで、うーん、であのこの駅前大門地区もですね、はい、温泉が出るんで、はい、この近くのホテルもほとんど温泉付きです。あ、そうなんですね。そう、あとなんか海といえば、先ほどちょっと小耳に挟んだんですけど、はい、太平洋と日本海の。そうなんです。向こう側がまあ一応太平洋で、こっち側が、はい、あの日本海で、この間がですね、1キロぐらいしかないんですよ。1キロしかない。この時期だと何が起こるんですか。この時期はね、まあこの時期は6月末ですから、カニが結構いるの、毛ガニ、あとホッキガイとか、はい、いろんな貝とか、それからエビ、はい、そういうのも、それからホタテ、はい、そういうの結構多いし、あと聞いたことない魚もいっぱいありますよ。ああ、そうなんだ。なるほど。川口さん、はい、あのおすすめの時計を、はい、選んでいただいて、はい、これは函館セット、はい、あの厳選された5本、はい、函館セットをご案内させていただきます、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。楽しみだな。じゃあですね、福田さんからご覧になりまして、はいはい、左側から順にご紹介をさせていただきます。はい、はい、お願いします。まず1本目はこちら、ボールウォッチの、はい、アウトライアーでございます、はいはい、でこちらがですね、6月に発売されたばかりの新製品でございまして、はい、なんと世界限定1000本のレアな、そうなんですね、モデルでございます。GMT、 そうです、 GMT がついております。でこの GMT の、はい、まあ、特徴なんですけども、はい、ちょっと操作してみていただきたいんですけども、はいはいはい、通常の GMT ってあの2段引きで、はいはいはい、まあ、GMT の針合わせとか時間合わせするんですけども、はい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 、こちらですね、1段引きで自身だけを動かすことが、あ、はいはいはい、これですね。そうです、タイプでございまして、うんうん、でこれあの逆回りも、はい、まあ、順回り両方とも対応しておりますので、はいはい、これ何がいいかと言いますと、はい、まあ、例えば日本出国する前に、はい、GMT 針を日本の時間に合わせましたと、はいはい、で海外行きました、はい、時間合わせます、はい、っていう際に、まあ、時間止めることなく、うん、簡単に合わせられる、はい、優れます。なるほど。でこれベゼルを使って、だから3タイムゾーンになるのかな。そうですね、ですね、はい、ベゼルも両回転しまして、はい、うん、まあ、刻みもついてますので、で裏蓋にこれ24歳のあれが書いてあるのかな。そうです、時差の関係がついてますの で、ね、まあ、ちょっと時差が分かんないって方でも、はいはい、それを見て合わせるだけで簡単にその国の時間できます、うん、これサイズもいいですよね。そうですね、結構6月に発売されたばっかりと、いや僕全然知らなかったから、もうほやほやです。ほやほやですね。ただもうご存知だと思うんですけども、はい、やはりボールウォッチといえば、はい、もう自発光のマイクロガスライト、はいはい、ぜひちょっとこちらで照らしてみてください、はいはい、ん、おっ、ほら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 、こちらが自発光、うんですね、いわゆる、まあ、蓄光とかではないので、うん、時間の経過とともに薄くなることがないんですよ、うん、なんか前に取材の時に、25年ぐらい持つって言ってたかな、うん、あ、そ
そんなに、うん、だからそのなんだろう、まあ、20年過ぎたぐらいから薄くなるけど、あの薄くなったらあの取り替えられるよって言われて、弊社ももう10年以上販売してますけども、うん、まだお客様から薄くなったっていうお声はないです、はいはい、うん、でなんか薄くなったら本当にあの搭載し直してくれるそうです。そうですね、それも、ね、うん、取り替えできるっていうふうにあのボールウォッチの方から聞いてます。ちなみに僕はあのライブハウスに行く時には必ずボールウォッチです。暗い中でも暗がりで あと何曲あるのみたいな、でも何でも福田さんの好きな夜の街でも時間がはっきりと見える一本で、はいはい、次いきましょうか。はい、じゃ続きまして、はい、こちらロンジンのスピリットでございますね、はいはい、でこのスピリットというのが2020年に発表されたコレクションなんですけども、はい、今回は2022年に新しくコレクションに入った 37mm をご案内させていただきます。手に取ってご覧になってください。これはですよね、シリコンヒゲゼンマイのやつ、ね、その通りでございます。おっしゃる通りの、そうなんだよな、最新素材のシリコンヒゲゼンマイを、これサイズ感いいんですよね。そうですね、その 37mm という袖口の収まりのいいサイズが、こんな感じよ。まあ、その シリコンヒゲゼンマイに代表される、はい、すごいことやってるんだけど、あまり声高に言わない。そうですね、通好みなところがね、おしとやかといいますか、ね、まあ、時計界の貴婦人ですよね。で続きましてこちらがですね、グランドセイコーの、まあ、グランドセイコーはちょっとペット粘土がついてないんですけども、はいはい、品番を申し上げると、はい、SBGR325、はい、でこちらが、1998年に発表されました、ね、はいはい、QS キャリバー、はい、自動巻きムーブメントの今年25周年さようでございます、はい、そちらの25周年記念モデルでございます、はい、サイズがこれ、これ何ミリですか。これは37ミリでございますね。いいですよね。その37ミリというサイズが、その QS キャリバーを一番最初に積んだ、SBGR001、はいはい、それと同じサイズ感そうかでございますね。またこのダイヤルの色がいいですね。アイスブルーいいですよ ねグランドセイコーもだから今なんかあの欧米で人気が出て、はい、どん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 なんだろう、あの玉数が少なくなってるというか争奪戦になってるみたいな。そうですね、で各有こちらも限定が世界1200本っていう形なんですけども、はいはい、日本国内は600本しか流通しないという。あ、そうなんですね。モデルなんですよ。これはもう今のうちに来ないとないよと。そうですね、あの弊社も、まあ、これ売れたらもうありませんっていう、はいはい、じゃあこれ動画が公開される頃に残ってるかどうかちょっと微妙な保証の限りではないというところでございますね。はい、でこれが、タグホイヤー彼ら、彼らだでございますね。今年60周年もう私が喋る間もなく、でこちらがですね、あの、まあ、それこそ1960年代ですか、ね、に発表された、2447NS をベースにデザインされておりまして、うんうんうん、でムーブメントがちょっとですね、あの今まで従来の、うんうん、ホイヤー02からちょっと進化しておりまして、うんうんうん、今まであのローターの巻き方向が肩巻きだったんですけども、うんうん、両巻きになったんだよね。さようでございます、うん、なのでまあより巻き上げ効率が良くなりまして、うん、でまあ80時間のロングパワーリザーブですので、うん、まあ、金曜日夜外しても月曜日には動いたまま、うん、あとこれはねポイントあのこうベゼルレスのねもうダイヤルが端まであって、その通りです。でこのボックス型の風防と、これいいですよね。雰囲気がありますよね。ウォッチーズ&ワンダーズでこれ見て、うん、いいねって話をしてて、ストラップがいいですよねこれね。そうですね、このパンチングレザーが高級感がありますよね、レーシーな感じで、うん、これ絶対売れちゃうやつですよね。これはもう見ていく方も多いですし、うんうん、やっぱ皆さん惹かれますね。なるほど。
まあ、今までリミテッドとかでこういうデザイン出てましたけど、はいはい、レギュラーモデルでは、あ、そうそうそう、今回レギュラーなんですよね。そうなんですよ。これはもう本当にホイヤーの新しい歴史を作る一本かなと勝手に思っております。はいはい、で最後が最後が、はい、でちょっとなかなか珍しいというか通好みのブランドで、ね、クロノスイス。クロノスイスね、はい、そうだから僕の動画で紹介するのは初めてか。だから実況触るのも久しぶりで。そうなんですね。クロノスイスね、でも、これは素敵。こちらがスペースタイマー、はい、ジュピターというモデルでございまして、はい、でまあ、ジュピターって木星なんですね。はいはい、でその文字盤が木星をイメージして。なるほどね。その何ですかね、木星のガスっていうんですか、はいはいはい、の模様の感じなんですね。そうなんですよ。なるほどね。それがちょっともう細かすぎて肉眼では確認できないんですけども、はい、その凹凸がなるんですよ。あ、そうなんですね。これはもう本当に、まあ、クロノスイスの革新的な技術というか。はい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 。あとはカレンダー、6インチのカレンダー見ていただきたいんですけども、はい、透明なパーツございますよね。はいはい。それが ITR2 という、まあ、特殊素材。はい。強化プラスチックとはまた違うんですけども、その樹脂素材。そうなんですね。ガラスじゃないんだ。じゃないんですよ。うーん、そのガラスとかですとやはり加工が難しいので、ああガラスに比べて、まあ、加工が良いで耐久性があるという、うんうんうん、ITR2 という素材なんですけども。いや、素晴らしい工法。いえいえ、はい、とんでもございません。はい、さあ旅時計魂の函館の一本ですよ。なるほどね。函館の一本。じゃあ私が選ぶ函館の一本、これは本当に難しいぞ。そう、今日はこれですね。25周年、このサイズ、このダイヤル、これはね、間違いないでしょう。ありがとうございます。これは本当に何だろう、買って絶対に後悔をしないという。で、グランドセイコー本当に何だろうな、本当に声高に言わずに、ちょこ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 こうアップデートしていて、だから外装とかも。いいんですよね。どんどん良くなっているというか、元からいいのがさらに良くなっているという。そう。で、やっぱグランドセイコー、さっきもちょっとお話したみたいに、今欧米でものすごい人気が出てるんで、だから海外に行って、まあ、日本人つけててちょっと鼻高だかかなみたいな。だからまあなんだろうな、まあコロナも明けて海外に、旅行に行けるようになった今だからこそ、GS をつけて海外に行きたいなという気持ちを込めて、函館の一本グランドセイコーです。あれが噂のハセスト、ハセスト焼き鳥弁当買いに行こう、買いに行こう、うん、行行函館駅のすぐ近くにあるね。私もショーでいいっす。福田さんは多分、いや、ショーでいいっす。ショーです。ショーのタレ、はい、ゴミさんはチュー行っちゃってる。あ、チューチューもちろんチューやっぱり若いから見てください。ビンビンですよ。自分もタレで、はい、じゃあ私はショーで、はいはい、塩でお願いします。塩で。大人はね、いや、だってかもうほら胃が弱いからさ。はい。じゃあちょっとお願いしましょう。はい。そうか、このツアーはやっぱ T シャツも買っとかないとダメなんだよ。全然まだ戻れてないじゃん。何をしに来たの君は。T シャツ買いに来て。行く先々でさ。もう T シャツじゃないんだから。
忘れてます、函館の夕日ですか夜景ですかを見に行きます。うん、景色を見に行きます。仕事って大変だな。辛いぜ。辛いっすね。帰って寝たいよね。帰って早くはね、焼き鳥弁当食べたい。食べたいけどほら皆さんに ね、 ね、函館の街を、今僕たちはここにいる。ここに行くんでしょ。そうね、結構遠いの。もうなんかこれかっこいいですね。かっこいい、ね、これ走車灯で。いいねいいね、このキノコのような建物。もう少し言いようあると思うんだけどさ。キノコのように見えない。いや、なんかこれ描いた人と俺友達になりたいわ。なかなかない。なかなかないよね。洋服。あ、キラキラ。すごいすごい、また落葉だよ、吉田拓郎の世界ですよ。しまった、ギター忘れた。へえ、そうなんね。うわ、これはね、エモすぎる。すごいすごいすごい、これマジでエモい。すごいな、これ、本当にすごいすごいすごい。これもう本当にすごいしか言えないですけど、語彙がなくなりますね。うん、これ仕事って大変だよね。そうね、本当東京ではみんな頑張ってるのにさ、俺たちも本当頑張ってるよ。だって僕らほらお腹空いてるの我慢して、我慢してる、偉い仕事してる。わ、こっち側はこういう感じなのね。うわー、めっちゃ気持ちいいな。福田さんこういう時背が高くていいですね。どうします？え？待ちましょうよ。待ちます？いや待ちますでしょう、ここまで来たら。そうもちろんですよ、仕事なんですから。なんでここまで来て帰るんですか。いや旅時計魂にならないじゃないですかそれ。はい、ここがポイント。今は函館の展望台。はい、でこれから100万ドルの夜景になるんですね。今ね、30万ドルぐらいです。そんなにいってまだ24万ドルぐらいですか。でこの後、100万ドルになるっていうのを待ってるとこです。でこのちょうど薄明かりぐらいのがあの山も見えて、真っ暗になっちゃうと確かに確かに、あの山の稜線がなくて、確かに間違いないと思う。そこがポイントだと思う。そこがポイント。ポイント。イカセ。イカセ。なんかここ美味しいというお話で。あの夜景を見た後にはね、お腹減ってきちゃったから。そうです。もうということ。ペコペコなんで、はいはい。行ってみましょうか。あのほら、毛ガニも、あの社長のおすすめの毛ガニもあるし。ある。よし。よし。飲んでダメだったら、いや、お疲れ様です。いや、水割りだったりしてるね。仕事つらすぎるぜ。あうん、ウーロン茶ですか。オクラが五稜郭です。えほら、オクラってもともとそういうもんじゃん。五稜郭だよ、これ。だから、俺はそうだ。確かにオクラってやっぱ函館のオクラは五稜郭。違うか、そんなことない。むしろだから五稜郭がオクラをモチーフにしたっていう話があっても。本当に、いやいや、そんな話はないでしょ。しこのダイヤみたいなのがイカです。すっげえ光ってます。これ動いてる、動いてる、はい、動いてます、動いてます、動いてます、動いてる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 、すげえ。あこれはけしからんぞ。行きますよ。はい。これは、これは、うん、いかんやつ。うん。じゃあ、そうはいかんざき、食べてください。ああ。行かしていただきます。おお、面白いね。やるな。やるな。やるな。
うまい。よかった。よかったね。新鮮さが。すごいもん。函館セット、五味さん何が一番良かった？あのゴールド。ああ。ゴールドスイスだ。はい。一番良かったです。え、それは完全に見た目ですか？あ、見た目の。いや、自分全然詳しくないんで。いや、見た目だけいろいろなんの。見た目だったらもう一番。え、そうなんだ。僕は結構ロンジンのデザインが好きだった。なるほど。お疲れさん。どいかけてた。仕事きついな。一人きりの夜だな。きついよね。そういうわけで昨日、函館を堪能しまして、まあこれからあの新幹線で移動するんだけれども、函館いい街だね。もう最高の街です。ね、はい、あの時計ももちろんだけど、あの街自体が好き、美味しいところもいっぱいあるし、函館本当に何だろう、来たことのない人は、一度来ることをお勧めしたいです。まあ僕も初めてだったけど、でまあ今日はこれから仙台に行きます。でまあ仙台でどんな時計に出会えるのか、とても楽しみにしております。はい、じゃあ47都道府県中1県制覇おめでとうございました。あ、そっかそっかそっか。だから2県目行きます。はい、はい、ではレッツゴー。よし、行くぞ。よー、行こう行こう。